吉さん、懐かしいですね。億万長者合宿に参加したら本当に億万長者になれるんですかってあの質問。いやー、ここまで引っ張るとは、党の本人も思ってなかったでしょう。でも、未だに思うんですよ、私はね。億万長者合宿に参加して、億万長者本当になるんですかってこっちが聞きたいですよ。参加者の皆さんに。ね。億万長者合宿ってものをね、大層なものを作ったわけですよ、こっちは。これで億万長者が生まれなかったら、少なくとも金持ちになる人が誰も生まれなかったら、どんな億万長者合宿だろうって批判を浴びるじゃないですか。 リスクをっってるのはこっちなんですよだから言いたい億万長者合宿に参加して億万長者になる気概はあるのかと簡単に諦めるんじゃないのか億万長者になる前にもう退場していくんじゃなくて億万長者じゃないけどもでも億万長者合宿に参加してとりあえず100万は稼げたぞ1000万は稼げたぞぐらいのことは言えないのかってそもそもね億万長者合宿に参加して10万も稼げない奴らばっかりだったんじゃないですか何をやってんだよとつまり億万長者合宿に参加して あ、いい船に乗ったな、いい湯加減だな、じゃないんですよ。億万長者合宿っていうものを利用して、自分がさらにね、高みに立って、どう稼いでいくかってことを自分の頭で作っていく。その材料の一つに億万長者合宿があるわけですよ。何も億万長者合宿に参加しなければ、億万長者になれないわけじゃないわけですよ。まあ、吉田さん、せいぜいあれですよね、私たちは脚立ですよ。脚立をどうぞって貸してあげただけなんですよ。億万長者合宿になるためのね。その脚立を何段にするのかは、この参加した人が決めるんじゃないかなと思うんですよ。 もちろん参加しなければ一段も進めないってことなのかなと思いますけどね。いらっしゃい